仮想通貨の YouTube チャンネルを検索したときに、キラキラ系のサムネイルのチャンネル、これが危険だっていう話をね、今回はしていきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信してますので、資産増やしたい方はチャンネル登録お願いします。はい、多分ね、皆さんも仮想通貨の YouTube 結構見てると思うので、まあ、気づいてると思うんですけど、なんかパチンコ屋のね、サムネイルみたいな感じで、キラキラしたサムネイルあるじゃないですか。で、まあ、それ開いたら、まあ、大体顔出ししてないチャンネルが、なんか、例えばミームコイン、柴犬が今後100倍になるとか、XRP が100倍になるとかね、まあ、そういう初心者が好きそうなコインがなんか、今後爆上がりするみたいなサムネイルあるんですけど、こういうのね、見てみると結構危険なので見ない方がいいですよ、チャンネル登録解除した方がいいですよっていう風にちょっと僕はね言いたいと思うんですよね。で、まあ、これいろんな話があるんですけど、まず、顔出ししてない YouTuber はあんまり信用しない方がいいと思います。基本的にね、まあ、YouTube って、まあ、僕は最初から顔出しでやってるんですけど、そのまずYouTube でチャンネル登録増えると、まあ、有名になれるっていうのがあるんですね。で、有名になれると、まあ、いろんな仕事できたりしますと。人によってはテレビ出たりするし、僕みたいに、まあ、本をね、出版してもらえたりとかもするし、他の SNS の、フォロワーも増えるとかっていうね。まあ、有名になれるっていう、まあ、芸能活動に似たようなことができるんですけど、顔出ししてない人って基本的には、お金を稼ぐことを目的としてるんですよね。で、お金を稼ぐためにやってるので、危ないことも、危ないというか悪いこともやってたりするんですよ、結構。で、キラキラ系 YouTuber がよくやってるのが、この LINE に誘導するっていうのをやたら頻繁にやってるとこ多いんですね。で、LINE になると、個別のやり取りになってしまうので、悪いことやってもバレないんですね。で、その LINE で、一つよくやるのは、柴犬が100倍になりましたっていう動画で釣った上で、柴犬よりもっと上がる、1万倍上がるコインがあるので買いませんかって言って、聞いたこともない怪しいトークンを買わせるとかね。で、聞いたこともない取引所にお金を預けさせてロックさせるとかね。最悪の場合、その詐欺師のアカウントにお金、まあ仮想通貨を送金させるとかって、そういうこともやってるみたいですね。で、実際ね、その LINE の運営が結構やばいみたいで、なんかいくつかのチャンネルだと、なんか LINE をバンされましたみたいなね。LINE のアカウント自体を消去されましたっていうのが言ってるチャンネルもありました。で、僕も LINE アカウントね、もう4年ぐらい持ってるんですけど、そうそうね、そんなバンとかされないんですよ。だからよっぽど警察とかに通報されてやばい LINE アカウントだっていう風に言われてるからバンされてる。それバンされてるような、ね、LINE を持ってるその情報発信者っていうのは必ず悪いことしてるので、マジで見ない方がいいと思います。はい。あとよくやってるのは LINE に誘導した上で、あなたのその資産を増やしてあげますよって言ってね、コンサルしますよとか相談乗りますよとかって言って、高額のそのサロンの料金を取るとかね、高額の情報商材を売るとかね、まあ、そういうこともやってるみたいで気をつけてください。で、そういうキラキラ系ね、ちょっとまた出しておきますが、キラキラ系がなんで柴犬とかを扱ってるかっていうと、柴犬自体は別に詐欺トークンじゃないです。ただ柴犬、同時コイン、ペペ、ボンクとかっていうのはミームコインって言われていて、そのミームっていうのはジョークってことです。本来その価値がないコインなんですよ。ミームコインっていうのはね、はい、ジョークで価格が上がったり下がったりしてるので、まあビットコインとかはビットコインでお金買ったり、あと家買ったりもできるんですよ。ドバイとかシンガポールとか行くとね、そういう風にもうお金として扱われてるに対して、ミームコインっていうのはただのジョークで、もう本来は価値がないトークンなんです。まずそれを意識しないといけないです。だから投資をするときにミームコインはただのマネーゲームであって、投資ではないですね。投機なんですよね。どっちかってミームコインはね。まあ、僕はミームコイン買って儲けたこととかありますけど、まあ、それは、まあ、トレードです。その、
単純に、そういうマネーゲームなんです、はい、とりあえずミームコインは投資ではないよっていう感じの意識は持った方がいいかもしれませんね、はい、多分 YouTube 上で柴犬が10倍になる100倍になる1000倍になるみたいなことね煽ってる人がいるから、初心者に限って柴犬とか同時とか、まあ、そういうねあのミームコインを持ってる人が多いんですけど、それは本当にやめた方がいいです。最悪の場合、そのミームコインとビットコインの違いすら理解してないような初心者が来てるんです。だからそういう初心者が多いの分かってるから、あえて柴犬をメイントピックにしてるんだと思うんですよね。で柴犬を持ってるような人は基本的に仮想通貨理解してないから騙しやすいっていうのがあってね、だから多分柴犬をトピックにして釣って他のその情報商材とか怪しいトークンに誘導してるんじゃないかなというふうに思います。はい、あとチャンネル数もその、まあ、昔からこのキラキラ系の YouTuber っていたんですけど、なんかサムネイルが結構似てますよね。なんかその文字が虹色だったりやたら派手な色でキラキラしてるので、だから組織的にやってる可能性もあるし、あとはあのフランチャイズとか、そういう感じでなんかその一つの組織がまあいろんな人にね依頼してそういう詐欺みたいなのをやらせてる可能性もあります。はい、サムネイルが2回やってるんでちょっとなんかそういう組織的な匂いをね感じますよね。はい、なんで、気をつけた方がいいです。はい、まあ、顔出ししてる人を中心に YouTube 見ていけば基本的にねそんなに悪くはないと思ってます僕はね。顔出ししてる限りその犯罪まがいのこととか悪いこととかね基本的にやりにくいじゃないですか。はい、まあ、顔出ししても悪いことやる人もいますけど、とりあえずそういう顔出ししてないチャンネルはマジで見ない方がいいです。はい、ろくなことがないです大体ね。はい、あとはなんだろうな、チャンネル登録者がもう最近だとそのキラキラ系でも満単位に行ってるチャンネルもあるんですね。1万人とか2万人とかまで行ってるやつもあるので、チャンネル登録が多いからって言って見るのもちょっと危険だと思います。はい、まあ、さすがに僕みたいにね9万人とかあと10万人とか行ってるチャンネルはさすがにないんですけど、もう最近だと、まあ、騙されてる人だけで1万人とか2万人とかいたりするんで、まあ、そこも注意ですね。あとチャンネル登録者って変えたりするんで、最初チャンネル作ってもういきなり買っちゃって1万人からスタートしてるようなチャンネルとかも実はあったりするんですよね。よく見たら再生数とチャンネル登録者が噛み合ってないチャンネル結構あるんですよ。僕はもう YouTube やってる側なんで、あ、こいつ買ってるなっていうのね、結構気づくんですけど、あとは再生数に対してのそのチャンネル登録の増え方の動きが、やたらおかしいチャンネルがあって、気づくんですけど、まあ、そのチャンネル登録が1万人とかいるからって言って信用しない方がいいと思います。まあ、大多数はね、やっぱり怪しいんで数千人ぐらいなんですけど、まあ、そもそもその YouTube チャンネルってもう今トップ層だと10万人前後じゃないですか。その中でその数千人とかしかチャンネル登録いないチャンネルをわざわざ見る必要ないと思うんですね。YouTube も人気投票みたいな部分があるんで、やっぱり有益なチャンネルはチャンネル登録者多いんですよ。だからもうその1万人とか行ってない時点でちょっと怪しいとかね、人気がないチャンネルなんだなっていう風に認識を持ってやるといいと思います。はい、ということで今回はちょっとねキラキラ系チャンネルにちょっと警鐘を鳴らして、ちょっと皆さんが見ないようにっていう風にね促してみました。でもしチャンネル登録してるんだったら解除した方がいいです。でも見ない方がいいです。はい、ということで、皆さんも気をつけて YouTube を見てください。今日の動画が役に立ったという方はチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。あと僕の SNS、Instagram、Threads、Twitter、TikTok もフォローお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤本でした。また明日。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。